こういう新しい神様が出てくる中で、特殊な建物が出てきます。通常の一般の人々が住んでいる建物とは違って、多くの部屋があり、その中に、少し広い部屋があって、その広い部屋から神様の像が出てきたりするということで、おそらく神殿の先駆形態、神様を祀るための建物の、最も古い段階のものが、この新石器時代の比較的早い段階から現れてきております。これはメソポタミアのエリドゥという有名な都市の神殿がどのように発達していったかを示したものであります。今から7000万年前ぐらいの、古い段階では、通常の建物よりちょっと大きめの建物があったのですが、それがだんだんと増築されていくにつれて、時とともに巨大化して、最後にはエリドゥの巨大神殿になっていくという、そういうふうなプロセスがあります。最初は小さな祠のようなものから巨大な神殿に発展していくという変化が、非常に短期間でなされております。それと同時に、この神殿は神殿だけであるのではなく、その周りを城壁で囲み、神殿都市が生まれてくるという、これが、西アジアの文明社会の一番基幹となる仕組みとなっております。